この後放送ですけれども17時11分までお送りしてまいります。では今日のゲームをハイライトで振り返っていきます。イーグルスの先発は岸孝之です。立ち上がりご覧いただきます。ワンアウトランナー一塁二塁、ヒットとフォアボールのランナー、初回いきなりピンチを迎えます。ここで4番のレアード、最後はチェンジアップで三振を取りました。ツーアウトに乗って5番の佐藤俊也です。まだピンチ続く中で5番の佐藤をレフトフライ、立ち上がりランナー2人背負いましたけれども、ゼロで終えた石のピッチングでした。マリーンズ先発は2人です。その2人から先頭バッター山崎剛、2球目を打った打球はレフトへ、この打球が伸びていきました。山崎剛の今シーズン第2号先頭打者ホームランでイーグルス1点を先制します。2回です。先頭バッターの鈴木大地ツーベース、ノーアウトランナー2塁で当たっている茂木、この茂木にもツーベースが出ました。追加点タイムリーとなって2対0。この後ワンアウトランナー3塁で辰巳、アメリカ辰巳ライトへの犠牲フライ、3対0、この回2点追加します。4回です。岸ツーアウトランナー2塁で今日最初のバッターボックスヒットを放ってますエチェバリア、石の変化球をうまく捉えました。センターのヒット1点を返して、でエチェバリア3塁を狙いましたがここはタッチアウト。しかしこの回タイムリーで1点を返しました。4対1。さあそして5回です。辰巳に一発が出ます。センターバックスクリーンへ、ソロホームラン追加点となって辰巳の今シーズン第10号、ソロホームラン4対1とします。さあ岸、3点リードの中6回のピッチングです。中村そしてレアードを打ち取って2アウト、この後佐藤俊也もしております。結局岸はこの回まで6回球数104球1失点、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りました。その裏です。マウンド上に小野が上がって浅村のこの当たりがライトの前に落ちます。この後島内が送ってランナー2塁、鈴木大地のこの当たりファーストレアードがタイムリーエラーになってしまいました。追加点5対1。8回です。中村俊也から浅村が1人出ます。でこの後代打ビクトンデッドボール、2塁1塁で鈴木大地はセンターへ、ここで満塁とチャンス広がります。そして今日ヒットタイムリーを放っています。5球を迎えます。今この低めの球レフトへ打ち上げて犠牲フライ、三塁ランナー浅村帰って追加点6対1。さあ5点リード、今日は9回、安楽がマウンドに上がりました。ランナー2人出しましたけども、最後山口をライトフライに打ち取ってエールセット、6対1、イーグルスが勝利。これでイーグルス10月最初のゲームを白星、チームも3連勝となりました。